どうも、こんばんみ。こんばんみ、こんばんみ。こん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 。こんばんみ、こんばんみ。こん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 ばんみ。こんばんみーつガール。よろしくお願いします。こんにちはか。言うて。言うてこんにちは。言うてこんにちは。お昼の配信だからこんにちは。ということで、こんにちは皆さん、元気ですか。今日はですね、なんとあのアイドルマスターシャイニーカラーズの更新、ガシャ更新日ということでですね、困ってしまいますので、とりあえずデレステやろっか。ライブカーニバル苦手なんだよね。なぜかっていうと、あんまり得意じゃないんでね。ももも、おかえり。早いっすね先輩。うっす。ご飯食べました。インスタントカップ麺、インスタントオブカップ麺を食べまして、美味しかったので皆さんにもそれをお伝えしていきたいなと思いつつやっていこうかなと思っております。ゲスト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 ゲスゲゲ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 ミスった。あれはカーニバルは最初の方は別に2倍でやる必要がねえんだ。まあいっか。あ、やべ、 3D モデルが、 3D じゃない。トゥ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 、うわー、長押しが。トポロのダンペステイダイポンダベスティンガランチューパンスタンドンボスタベスティッティバラベリツルステステンバンベステベピービルスチューパーサベステンビースタンボリスタンゴンバンシャバスティンバラスティンバスタンダブスタンベレスティンベルデンデビッティベレスティンベンテルスティッケンプドゥペペペペペペン。まあね、今日からホークラのイベントが始まるっちゅうことでちょっと怖いんですけど、ね、この間リンゼちゃんが限定来たっちゅうことで、まあ園田が来てもおかしくはないんだけど、でもホークラの4分の1だから大丈夫。来てもホークラ4分の1ですわ。てて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 、リンゼは来たから、カホちゃんと、夏葉とジュリーで、その可能性が一番、多分ホークラの可能性が一番高いから、まあこれとホークラじゃなかったらおもろいんだけど、まあいつもの感じだとイベントとあったイベントの時にあのユニットが来てるんで、基本的にはでん、なんでね、まあ頼むから園田ではないであってほしい。なぜかというと今ジュエルが全然ないから下にいますの。下にいますのジュエル全然ないんだよ、ウォーウォー、全然ないよ、全然ないよ、ウォー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 。ですのでそこだけは気をつけていただきたいと思っている所存でございます。ねるるるねね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 、俺たちでファンの心に
ただもう今めっちゃ眠い。今日はやることが詰まってんのに、まだまだこの後もすんげー眠いわ。4時前ぐらいまで多分配信しようかなって思ってるから、あー 3D にするの忘れてた。まあガシャッキー次第だけどね。ドゥ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 。俺もこの後憂鬱ともなのに眠いわ。いやーマジやめてほしいよね。寝た方がいいよ。眠い時は寝た方がいい。ドゥ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 。今日すっごい眠いな。ドゥ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 。やっぱねデレミリ更新がねこうやって連続であると困っちゃうんですよね。夜勤なのにこの時間で眠いのやばくね。夜勤じゃないのかな、夕勤か。ドゥ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 。でもものすごい眠い。今日どんぐらい寝た？俺モンスターエナジーも飲んだんだけどね、そんなんじゃ足りねえぐらい眠いわ。今の時間お昼寝してりゃよかったなとは思ったけど、まあ、20分ぐらいのお昼寝でも全然違うもんね。でも起きられるかって言ったら、まあいざ仕事になればなんとかなるべ。なるほどね、未来の自分に託すと。ボルテージマックス、ボンボン、ボルテージマックスマックスマックス、ボルテージマックス。笑顔のお給仕受け取ってください。怖え、マジで。園田だったら嫌だな。嫌じゃない、嬉しいけど怖い。嬉しいけど怖い。もう今日ガシャもう全部大体死んでるから。誰だ誰だ、園田。マジでガシャ大体死んでるから今日はきついぞ。まあデレステは SSR の量だったらいいんだけど、まあミカネ引けたからいいんだけど、リアムちゃんが引けなかったからな。あれサヤさんってレゾナンスだっけ？初レゾナンスかな俺サヤさんが。じゃあてかさ、90連でさピックアップ外のフェス限2枚出るってどういうことよ。ピックのフェス限が狙欲しくて回してんのに。まあそれはプリコイでも一緒だったか。いやピックアップを引けない説出てるな。ピックアップを引けない体になってしまったのかもしれない俺は。そういう男かもしれん。まああとは 無料10連が来てくれたら。ビジュアルなのにミカ姉引いたの奇跡。えミカ姉ってなんだっけ、ボーカルだっけ。ボーカル。ありえないでしょマジで。
もありえない確率だろ。ピック街のフェス弦を狙い引きは昔よりやばい。俺なんだっけ、シマムーをフェス弦で狙ってる時は、リセマラした時シマムーのフェス弦をピックアップ外で確か1000連ぐらいしたもん。リセマラ合計1000連ぐらい、それぐらいのってことでしょ。やばくない、それぐらいってことは。ふっふっ、あー、いって眠い、死ぬほど眠い。終わった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 。あれ、よう川口リアムが中指立てるまで成長するなんてな。ね、あ、俺そっか NG にしてんのか。コメントの読まれねえなと思ったら、俺 NG コメントに、なんか結構いろんな人最近 NG にぶち込んだのもその放置してたわ。なんかコメント読まれねえなと思ったら、プロデューサーさん行きますよ。いろんな人を NG にぶち込んでた、忘れてた。テストボス、イベ局の固有モーション見たか。あれやっぱ固有モーションなの、なんかあれでしょ、リアムちゃんセンターにしか見てないけど、あれセンターにした子が固有モーションで動くの、ちょっと見ようぜ。やっぱり固有モーションなんだ。全員分いるみたいですごい。すごくない ?184 にしとけば誰かわからんけど読まれはする。読まれるってことはぶち込まれてないってことか。もう今全部解除した。シマムで見ようじゃ。え、壊れちゃった。大丈夫。服を、なんでこれ落としないの。シマムーも GoTo パラダイス。いや、絶対超似合うわ。シマムーの GoTo パラダイスは絶対に似合う。リアムちゃんの声になっちゃうけど、強制的に。次のフェスでは。フェスゲンめぐみ弾けるように祈っといてやるよ。ありがとう。あ、ゴー、ジャストゴーか。これ超かわいいよ、この曲。神曲。これマジ神曲だと思うわ。あ、ことかちゃんだ。めっちゃ秀和っぽい。若葉ちゃんかわいい。リアムちゃん欲しい。ここすごいよ、なんか夏って感じ。めっちゃ夏ってかわいい。今でもめっちゃしっかりとか運営天才か。夏って感じ、めっちゃ。めっちゃ夏って感じ。あ、これ固有モーションだ。かわいい。ダブルピースだよね、やっぱシマムといえば。でもあの顔の近くでダブルピースじゃないんだ。旧暦じゃねえからな、今は。意味あるのって言うな。超夏って感じ。これ全員分あるとかマジやばいね。全員分見たくなっちゃうよ。これしかも脱ぐんだよ、こっから。ほら見て、エロエロ衣装に早変わり。うわーいいわー。あー、かわいい。うわーかわいい。うわーかわいい。うわー、なんと無料。ちょうど台風来てるし、これは夏だな。なんかすごいあれだよね、あのこの水と夏って感じ。本当にこういうなんかさ、ディズニーランドとかでもさあるじゃん、水かけまくる曲みたいな。ただ最後の時間めっちゃ長い気がする。このポーズ決めてから最後までがすげえ時間長い気がする。ディズニーランド水かけまくるイベントみたいなあるじゃん、あれみたいな感じ。ディズニーシーだっけ、水かけまくるイベントは。あれみたいな感じ。スクショタイムだぞ。なるほどね。
誰にしろ白が若干背景と同化してるのマイナスポイントじゃない。白が若干背景と同化してる、嘘。じゃ、なおちゃんとか見たくない？こういうイベントには決して行くことがない人が集まってる放送で、いかやく。なおちゃん、なおちゃん、なおちゃん。ドゥドゥスドゥンドゥスペンデン。行かねえよな、こんなイベント。陽キャしか行かない。こんななんか水かけ合うイベントみたいなのって結構よくやるあるけど、いろんな。あえてキノコセンター行こうぜ。ゴージャスゴージャスゴージャスゴーゴーンゲイ。俺ゴージャスじゃないんだね。ゴージャスとゴーなんだね。それとかかってんのかな、ゴージャスと。かわいい。なおちゃんも似合うね。コミケ帰りにお台場でやってる人を横目に毎年帰ってる。あ、こういうのやってたんだ、お台場で。俺たちもそこに入れるようになったな。あ、カイちゃんとかも似合うね。やっぱ元気な子はさ、こういう衣装が似合う。で、このさ、全体曲、全体衣装をさ、年に1回作ってくれるけどさ、で、こんな2日に1日 SSR 出てるようなもんだからね。180人のさ、新衣装ってさ、1年で考えれば2日に1回 SSR 来てるようなもんだよ。すごくない？そうやって考えるとめっちゃすごくない？もしかしたらこれもライブで聞けてたんで。かもね。9月のライブがなくなっちゃったからね。だからその、あ、かわいい。あー、セカンドサイドのポーズじゃん、それ。それセカンドサイドの最初のポーズじゃない？最後だっけ？か粋なことしてくるね。24時間放送で初披露じゃね。24時間放送ってライブやんの？これ何人ライブなん？これ9人ライブ。いやー、うわ、なおちゃんダメだね。やばい、なおちゃんめっちゃ可愛い、これ脱ぐと。ライブある？え、ライブあるの？うわ、これ、あ、いいね。やっぱ活発な子が脱いでるのはいいね、似合う。うわうわー、かわいい、これ。待って待って待って、いや、まあ飽きてはないよ。あ、やべ、ほんとだ、やべやべやべ、忘れた、ハマってた。タイムドットイズ。わこ、ただいま、どう？おかえり。やべ、あと25秒で、よかった、ありがとう、言ってくれなかったら俺忘れてよかった。25秒で始まるとこだった。シャニマスを起動して、あと15秒。危ねえ、よかったよかった、ちょうどメロメロやんけ、ちょうどギリギリ、ちょ、可愛かったから早く。あと4、6、5、4、3、2、1、来た。そうだじゃないよな、頼むぞマジで。この間俺ジュール使い切ったんだから。アマナちゃんで、ね、店長なわけないよな。くそ、アイドルマスターシャイ、新アイドル登場。タッチ、いきます。はい、誰？千代子。あ、夏葉と千代子だって。あ、夏葉か。あ、でも千代子もいる。夏葉と千代子って書いてあった。なんか言ってる。クソかわいい。クソかわいいんですけど、サポートの方が千代子だ。あら、かわいい。なんかまた一緒に、あ、なんか誰かと踊ってるね。うわ、すごいすごいすごい。え、かわいい。なにこれ。あらららららら。え、誰だよこいつ。俺かな。パンツ見えちゃうんじゃないこれ。夏は大丈夫。うわ、なにこれ。ちょっと待って、気になる、めっちゃ。気まぐれ全力ビート、そんなだ、千代子、気になる。限定だ、限定だよね。うわー、ツインテールだー。はい、ということで、ね、ああ、ダメだよ、それはダメ。あのウサギときメモにいなかったか。いた。あら、かわいい。これ、なんかさ、すごいよね。このご時世でさ、このご時世っぽい
イベント入れてくるのすごくない？こういうなんかこういうなんていうのリモート会議みたいなイベント入れてくんの。ずるいですよこれは。ずるい。すごいよね。通話してんね。ズーム。早いよねなんかね。あれが反映が早い。こういう5人が揃うタイミングが見つからず、一度はオンラインツールを利用してマイを集まることになる。へえ。ちょっと今度見るわ。絶対いいわこんなん。クソ可愛いじゃん。もうすでにクソ可愛いんですけど。朗読なのか。ジュリちゃんパソコン使えてる。ジュリちゃんパソコン。コロナ終わった後でカード見ると思い出すのね。修正するかしら。早く。何これ。かい。何これ。壊れたか。それはダメだよ。壊れたね。それはダメ。安いけどめっちゃ。マジで言ってんの？ちょっと待って。これ5つ別売り。いや、どうしてそういうことするの？5人セットで3000円だからすんごい安い。1人700円ぐらい。700円もしない。1人600円か。あ、全部ひとまとめなのか。1人600円で優勝買って終わりじゃね。服買える。ちょっと見ようか衣装。まあ夏は。バナコインってなんか特典あったっけ？今日までギリギリバーちょっと待って。何これ。何これ。縦ロールだ。あいつみたいだな。なきゃドーナツ好きなやつ、あれのあれのドーナツ好きなやつみたい。何これ、かわいい。何、みんなカラータイツ履いてない？しかもそうでもない。あ、そうでもなかった。うわ、靴下デロデロになってる。ここに指突っ込みたいね。デロデロになって靴下にね。ららこれはダメだよ。シャニマスくん、高山ちゃん、とりあえず納税。何突っ込むって。高山くん、これはダメだよ。限定は。高山くん、君、これはダメだよ。先振り。これはダメ、高山くん。ビンでベース弾いてる。先振り。ビンでめっちゃ楽しそうにベース弾いてる。放課後ティータイムかよ。そう。デレレレレンテンデレ。カホちゃんがボーカルなんだ。デレレレデレレレデレレレレ。このサポートがまた出ないわけよ。な。もう引いた。え？あ、びっ、え？ライブスキルどうなってんのこれ？ 3 つ持ってんの？エクセレントアピール 5？ 何これ？なんぞこれ？どういうこと？スキルパネル最初から3つ持ってんの？めちゃめちゃ使いやすそうじゃない？すごい。なんかトゥルーとかするとき強いっていうのはわかる。楽そうじゃない。エクセレント 3.5 倍。え、これどの色にもってこと？どの色にもエクセレント 3.5 倍出せるってこと？めちゃめちゃ強くないんだとしたら、そんなことあんの？この前のマミミみたいなやつか。ちょっとだけ引くか。ちょっとだけ。スタンプは、まあ限定だから聞く。ここだよね。ちょっとだけ引く。ちょっとだけ引こうか。千代子が来てくれればそれでいい。俺は夏ハモなんて欲張らない。ちょこっとだけな。チョコアイドル、そんなって千代子です。問題ないかもしれない。ちょこっとな。チョコアイドル、とりあえずチョコっとだけで。そうだ、千代子だから。チョコっと、チョコ、んー、チョコアイドル、そのジオコ来てくれ。んー、チョコアイドル、そのだジオコ、いけ。
激おもロードないからね、サポートだから。わかんねえんだよ、いつ来るか。あー、千代子。千代子。千代子。あー、千代子すごい。いいよ。千代子も流れ来てるよ。千代子も流れ来てるけど。あ、全然出ないよ。あれ、あー。園田園田あー限定サポートはダメだよ園田やードーン全力ビート。園田が全力ビートするんだったら俺も全力ビートをするぞ。園田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 おい園田どうしたんだよ。最低星よ。え、嘘、そんなことあるの。園田園田流れが良くない。そうだに合わせて。俺とそのだ。これ席全部使うやつだ。合わせて。そのだ合わせて。あれ SSR もね。あれ車に合わせてこんなに出ないっけ。あれ車に合わせてこんなに出ないんだっけ。あれ車に回すってこんな出ない。俺やろよ。 SSR 出たらやめようぜ。出たら出るから。園田が SSR 出たらやめよう。反動が園田だ。園田だ。チヨコメインゲームプリコネになっちゃったもんな。チヨコあ、いいよいいよ。ホークラ呼んできて。全部運を使う。呼んできてあー、呼んでく、え、ちょ、リンゼちゃん呼んできて。同じ放課後でしょ。あ、そうだなあ、園田持ってないからいいけど、園田じゃない、園田じゃない。あ、園田なさ、なんで園田じゃないの。 SSR、ライターから終わりよね。いやー、でもちょっとキリが悪いから、あと10連だけ。もう、ほう、園田だもん。だって園田が欲しいんだもん。やめてくれ。くわー、ダメだ。回していけない。回していけないのは分かってるのに、体が勝手に、やばい、マジで出ない。え、マジで出なくない。え、あれあれえ、こんな出ないの。シャニマスって体が勝手に、はシャニマス、やめて、俺のシュエル男じゃないで、シャニマス。嘘のだ。シャニマスやめてくれ。シャニマス、俺のジュエルを使わないでくれ。そのだが来ねえ。はあ、夏葉だ。何に乾杯しましょうか。嬉しいけど、嬉しいけど違う。来たよ。かわいい。乾杯って言ってる。おい、うわデートしてる。わあ、うわ、物欲センサー優秀すぎ。うわ、トゥルーで掘りましょう。いやー、ごーん、これでないやつだな。ひななん時と同じだよ。まだある可能性はある。星6000ジュエル回収して園田狙おう。あれと一緒だよ、あれん時と。まあでもこれで天井すれば迷いなく園田行ける。ひななん時と一緒。ひななん時と
ひなな狙って回してたのにトールが出たのと一緒。これはもう撤退でいいのでは。いやー園田欲しい。園田がこれめっちゃなんでこうなったのかめっちゃ気になるもんだって。もう全然脈絡がないじゃん。なんでバンドしてんのかめっちゃ気になるもん。脈絡がないから。ああありがとう夏は。でも嬉しい嬉しいけどめっちゃ複雑。夏は夏は嬉しいけどめっちゃ複雑。いやめちゃめちゃ嬉しいよ。ものすごい嬉しい。限定だしね。超かわいいけどめちゃめちゃかわいいけどさ。いやかわいいね。すごいかわいい。二人でデートしてんだね。こんなここ透けてる服なんか着ちゃってさ、着ちゃったりしちゃって複雑複雑。エクセレント 3.5 バーアピール。え強っ。ボーカルダンス上限100アップって超強くない？これなんかちょっとずつやっぱりあれしてんな。プロデューサーさんの件、ジュエルなくなっちゃった。ジュエルなくなっちゃったよ、はい、ジュエルがなくなっちゃったよ。振り込めり狭いしたら3回連続虹3つとかなので諦めてきた。3回連続虹3つきっつ。いやー園田、まあ11日まであるからまたちょっと貯めて園田狙いに行きたいな。ミリシタ行こうか。そうだね、ミリシタ行こうか一旦。はあ、まあめっちゃ大勝利なんだけどね。60連で夏は来てくれてるから超大勝利なんだけど。間違えた。超絶大勝利ではあるんだけど園田ではないんだよ。振り込め順位出たよ川口。えマジで。あま別に無料170連でそれなのかならきついな。あれプリコネ2000も石配ったのか。なんかプリコネ今トレンドに入ったら2000石あげるよみたいなキャンペーンやってるらしい。めぐみやばすぎんだけど。え、そう。マジで今もらったわそれ。え、もうもらったの？早くない？めぐみやばい？価格がおかしいな。どういうこと？めぐみやばいって。ラビリスタ応援キャンペーンか。めぐみやばいって何？何があったの？プリコネ5000も意識パスクラバと報酬込みで。ちょっと待って落ち着け。今俺は目の前のミリ下をやってるんだ。新カード登場。翼ちゃんとかなちゃん。かわいい。めっちゃおしゃれ。え、どういうこと。魔法学校またなんかあれ系眠り姫的な。かわいい。なにこれすごい。どういう奇跡を起こすよ。マジカルパワーガシャ。なんだその変なガシャ。デリリンデリリンデリリンデリデリリン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 。聞いて聞いて。はい、どれ限定なんだ。あれガシャ詳細。めぐみの衣装は見れないの？これか。え、チャイナ？もうそういうことすんなよめぐみ。昨日引いたばっかじゃん俺。めぐみがいろんな国に行ってる。昨日はなんかなんていうの？アラビア？どの衣装でも刺さる。アラビアみてえなさ服着ててさ。今日はスペインの次は中国。スペインか。
次は中国に行くの？引きます。でも SR ピックアップ SR は引けると思う。ピックアップ、あ、俺過去にめぐみで90連した覚えがあるわSR めぐみを、限定 SR めぐみを引きに行って俺90連した気がする。そんな気が、ライフル来たのか、そんな気がする。そう言って制服桃子お願いします。おいこいつ油断したぞ。めぐみちゃん、タキーン。あーいいよ、みんなのいい表情はめちゃめちゃいい。なぜなら SR が欲しいから。このスナイパーライフルってチケット3枚でいずれ種に入るとかじゃないの？え、そうなの？それ言って制服桃子が出ましたか？出ませんでした。いきます。はい！違う。あ、1枚違う。そういうことじゃない。そういうことじゃないんだよ。わら。そういうことじゃない。いや、嬉しいけど。誰だろう。今回のピックアップだったら嬉しいけどな。こいつまた限定 SR 引くぞ。こういう時限定 SR 引きがち。未来ちゃんが連れてきてくれるのは果たして誰なのか。いけ、ロダイタ。あ、誰だ、見たことない、あの二人ではない。あ、ミヤオミヤちゃんだ。え、かわいい。これいいね。持ってない。時期が全く別だけどね時期全然合ってないけど今。見てください、プロデューサーさん、かわいい。私雪だるまになったみたいです。なったみたいだねかわいい。季節感あるな。季節感あるわ。クリスマスだからな、あちいな。くー、よし、ここで引けばいいだけ。なおちゃんが連れてきてくれるはず。頼む、来てくれよめぐみ。はい、めぐみ。うん、めぐみちょっチャキーン違う、奥にいるけど、めぐみ奥にいるけど、オーストラリアかもしれない。違うんだよな。惜しい、近い、近しい。じゃあとうとういきますか。貫通、ジュエル貫通。また琴ノ葉とエレナが大量に来てくれる流れか。ちょっと見ようぜこの子たちの衣装も。やっちまうか。まためぐみが遠慮して琴ノ葉に譲ってる。かわいい。なにそれ、魔女みたい。すごい、フードがあるのに帽子をかぶってるの。一体どういうこと。その帽子よく落ちないね。かわいい。こっちは、うわ、かなちゃん超かわいい。かなちゃん超かわいいな。かなちゃん欲しい。組分け帽だろ。組分け帽子か。かなちゃん超かわいいな、これいいな。かなちゃん超欲しい。今回翼ちゃん、翼っていうより、翼っていうよりかなちゃんの方が。今ね、ミヤオミヤちゃんが弾けた工場の。いきます。とうとう貫通。めぐみ、めぐみの SR にはいつも苦しめられてるからな。いきます。結構石やるじゃん。うん、ターン。違う、それは違うんだよ。今はそれじゃないんだ。昨日からやばい。昨日から SSR 率が高すぎる。ミリオンの全部引けば OK だよ。頼む。はい、ますと同じ。1枚はダメ。でももし引くんだったらかなちゃんが欲しい。もし SSR で限定来てくれるんだったらかなちゃんが欲しいです。お願いします。いけーバーク。あ、ロード入んない、やべ。どちら様。あ、みあれね、ひなたじゃない。いや、そうだよね。あー、なるほど、すり抜き。このひなたじゃない、超可愛いから好き。クソ可愛い。持ってる。いやー、頼むぞ。めぐみが来てくれたらもう引かないから。あ、ももこいいね。ももこでもいいけどね。制服ももこでも全然いい。いや、もっと SR 普段多いじゃん。いきます。あ、いくちゃん。いくちゃんってことはももこの流れか。連れてきてくれるのは、果たして、うん、めぐみ、めぐみ、めぐみ。なー、なんでー。
すり抜けちゃうよね。くそ。制服は合ってた。くそ。ピックアップ。ピックアップ。チャキーン。よし、いい。みんなのいい表情が一番いい。みんなのいい表情をずっと狙い続けてる俺は。一番いい。いきます。10枚来いよ、SR。SR! よしよし、いいよ。10枚。2枚か。桃子とめぐみ、桃子とめぐみ。よーあーざっす。勝ち。よっしゃー。よーし。勝ったな。よかったおつ。よーし。よーし、よーし、よーし。あと桃子。あと桃子、制服桃子。頼む、連れてきてくれ、はるかちゃん。リコッタのメンバー、同じリコッタのメンバーだろ、頼む。桃子、パン。あー、はるかちゃんがはるかちゃんを連れてきた。昨日からすごいな、川口。いや、調子いいね。いいね。見ようぜ。めぐみ見ようぜ。めぐみ見よう、めぐみ見よう。まあ、もちろん、アフタースクールパーリータイムで。昨日も見たばっかだけどな。運を分けてくれる。ただ他のところでは結構、他のところでは結構爆殺されてるけどな。他のところではわりかし爆殺されてるけど。次のフェスで巨大めぐみ引けそう。いや引きたいね。めぐみが出れてきてくれてる。圧倒的に。あ、かわいい。え、もう本気じゃん。めぐみそれは。もうただのチャイナじゃん。かわいい。スリット欲しかったな。スリット態度でスリットでもよかったかもしれない。あの入ってるか一応。もうちょい。ユニクロチャイナに投票したの。俺何に投票したっけ。めぐみ覚えてねえ。でも可愛いからいいかな。可愛いから OK です。うん、可愛い。可愛い。長いやつって逆に処理大変だったりしない？なのかな。まあできる限り短い方が楽だろうな。物理演算とかが。超可愛くない？超可愛い。タイトだね。ケツが。過去にあった。そういう服。わからん。うわあ。タイトだね。タイト。おけつのだって影ができちゃってるよ。おけつの影が。おけつの影ができちゃってたもん今。ねえ。すげえ。いやー嬉しい。めぐみが昨日今日と出れてくれてる。ありがとうめぐみ。ありがとう。あとはフェスゲンだけだね。めぐみに。あとはフェスゲンのめぐみ。いや本当にな、全然 SSR でもいいもんな。工場 SR てか SR に衣装がついてる時点ですごいよな。ミリオンは。いやーよかった。ガチ恋していけ。いやめぐみ本当好きなんだよね。ありがとう。ありがとう。スナイパーライフル1点狙いは逆に地獄。はいはいはい。相性がある神ゲー。よし。受けられるオファーがあります。引き寄せられた。よかった。じゃあまあちょっとこの後俺はやることあるんで。無事引けたと。でちょっと千代子。ご飯食べて眠くなったか。千代子に関してはちょっと考えときます。でも絶対欲しいんで、あの園田に関しては気になるんで。まあ園田はダメだったのか。園田はちょっと、園田がね、プリコネ順位見とこうぜ。あ、そうだ忘れてた。とりあえず夏は掘ってからだな。
園田60連して園田出ずという感じですね。プロデューサーさん、トレーニング、しかし園田は出ませんでしたが、夏葉が出るとこれ前もそうだったんだよ、あれん時やるじゃん、あれん時ひなな、サポート SSR 限定のひなな狙ってる時に150連 SSR1 枚です。いやまあな、わかるよその気持ちは。あのひなな狙ってる時に通るだけ来てひなな出なかったんだよな、超悔しい。ひなな撤退せざるを得なくてさ、絶対見たかったのに、あんなひななの日常みたいなの。ですんで、昔はうまくできたのにな。まあまたちょっとだけ、今185しかないんで、貯められたら貯めてやっていこうかなと思います。じゃあプリコネ順位見ようか。何位だったんだ、プリンセスコネクト2段リボン。本当だ、2000リツイート。予想は何位、予想1120位ぐらい。1120位ぐらい。画面ちょっと待って、トレンド入りで1500席ももらえる。なんかプリコネやるなら今日で多くのツイートありがとうございました。トレンド達成はできませんでしたが、プリコネラビリスタといったプリコネ関連ワードがトレンド5位以内を達成したこと、皆様へのご協力のお礼としてジュエルをお送りしました。2000ジュエル、何がしたいんだプリコネは何がしたいんだ。石配りたいだけそんなに石もらっちゃったらラビリスタ無料配布したようなもんだな。まあね、一役それはある。ジュミョンミョンミョン。とにかく理由つけて石配るのが最後のやり方な。1123位、あー1123位か、悔しいね。マジで意味不明のぐらい石くれる。ガチャで絞る。1123位で1100位を切るには何ポイント必要だった。9000、1101001000万だから6000万の差で負けた。6000万は結構大変か。いやそんなことない、俺がちゃんとニャル成功させたりしてれば1100いきれたかもな。悔しいな。まあもう30人揃ったもんな、これからよ。悔しいな。悔しい、1100位切りたかった。1100位切りたかった。俺も次のクラバトから手動でやってみるわ。まあ手動って音じゃなくてもいいけど、そのなんかセミオートとか連打だけするとかいうのがいろいろあるから、そういうのからやっていくといいんじゃないかな。俺も大体そんなんだしね。まあ、ニャルに関してはタイムラインがっつり6000万デート3段目のメデューサ1体分くらいか。いやーマジで悔しいわ。ニャル2回ミスってっかんな。くっそーマジ悔しい。あっさりで笑っちゃった。めちゃめちゃ悔しいよ。俺は1100切りたかった。ラビリスタのアリーナ見たけど恐ろしいダメージ出してた。アリーナ用のキャラなのラビリスタって。
オートもオートで編成さえ一緒ならほぼ同じ結果が出せるって利点。イカ略でも編成が一緒ってことほぼねえしな。あれだもんな。何よ物欲しそうな顔して。ジュエル5500個、ラッキー。しょうがないわね。編成がほぼ一緒ってことがねえからな。ランクとか装備とかで変わるから。アリーナでのラビリスタ運用はいかに全体攻撃まで生き残るかだな。へえー。ラビリスタが果たしてどれぐらい強いのかっていうところですけどね。まあ楽しみにしてましょう。いや、お疲れ様でした。本当クランバトルはこれ何 NG コメントなんですけど、お疲れ様でした。おつまたね、夜にでもお会いいたしましょう。以上、ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。1100位切りたかったね。悔しい。頑張ろう。来月も頑張りましょう。おお。お疲れ様です。